今だから笑える貧乏エピソードはありますか？ありますね。大学生で一人暮らしなんですけど、やっぱ食費を抑えるんですよね。家賃とかなんやらで出費がね、実家暮らしの人よりも出費が多い分、なんかお金を抑えようと。食費を抑えようとした結果、一日の食事が亜鉛のサプリとプロテインドリンクだけっていう日も多々ありました。大好きな彼氏が大人向け動画を見ているのは許せますか？また彼氏が風俗のサービスを受けるのは許せますか？発覚した時それぞれどう思うか教えてください。正直大人向けの動画っていうのは発覚した時どう思うんだろう。大人向けの動画を見てるところを発覚しちゃったら、失礼しましたって戻ると思いますし、大人向け動画を見ているのは全然大丈夫です。許せます。どうぞ見てくださいって感じです。ですが風俗のサービス、これに関しては一線超えるようなことがあれば許せないですね。なんか別に風俗は黙っていくのが嫌ですね。黙っていくならちょっとムッてしますね。だけど事前にちょっとこの会社の人に誘われて行こうかなって思ってるんだけどみたいなこと言われたら、ああそうなんだって納得できます。一番最近エッチをしたのはいつですか？正直に答えてください。あと気持ちよかったかどうかも教えてほしいです。カウンセリングですか？最近は、10日前ですね。気持ちよかったかどうかも教えてほしいです。よかったと思います。シンプルに、はいはい。というわけで女子部屋でした。花とお友達になってくださる方、チャンネル登録してくれると嬉しいです。また質問もお待ちしております。